Spinner。 おはようございます、ケリーアンです。2月10日金曜日、世界で今起きていること。このポッドキャスト Daily Brief では、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。ただいまリスナーアンケートを実施中、詳細は概要欄に記載しています。デイリーブリーフリスナーの皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。撃墜された中国の気球には多数の偵察装置がついていた。アメリカの国務省は、アメリカ本土上空を横断した中国の気球に通信傍受が可能とみられるアンテナが搭載されていたと明らかにしました。また気球を製造したのは人民解放軍の公認取引先で、中国がこれまで40以上の国と地域の領空に気球を飛来させたとみています。下院は中国がアメリカの主権を侵害したとして非難決議を全会一致で採択しました。ドイツの自動車メーカーは揃って罰金を課せられた。ロイターは韓国当局が9日、複数のドイツ自動車メーカーに対して合計423億ウォン、日本円でおよそ44億円の制裁金を課すと発表したと報じています。当局の発表によると、メルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲンおよびアウディは、談合の上ディーゼル車の排ガス浄化技術を抑制したとされています。ツイッターの過激コンテンツに多くの企業が広告を出している。オンライン上のヘイトスピーチ対策に取り組む非営利団体によると、反ワクチンや大統領選をめぐる陰謀論をツイートする10のアカウントには、アマゾンや NFL、ウェンディーズなどの広告が表示されていました。これらはイーロン・マスクが凍結から復活させたアカウントで多くのフォロワーを持つため、広告収入は年間1900万ドルに上る可能性があるということです。スーパーボウルの広告にも変化が起きている。今週末、アメリカでは第57回スーパーボウルが開催されます。ジェイソン・ケルシーとトラビス・ケルシーの兄弟対決が実現することで話題になっていますが、バドワイザーの親会社が独占広告権を放棄したことで、30年以上ぶりに他のアルコールブランドが広告を出すチャンスを得られたことも注目されています。なお、毎回注目されるハーフタイムショーではリアーナがヘッドライナーを務めます。サウジはワールドカップを開催したい。2030年のサッカーワールドカップをめぐり、サウジアラビアがエジプトとギリシャに共同開催を呼びかけていると報じられています。エジプトとギリシャが3カ国共催での立候補に応じれば、スタジアム建設の資金を援助すると申し出ている模様です。一方、 FIFA 国際サッカー連盟は今年開催の女子ワールドカップでサウジ政府観光局とスポンサー契約を結ぶことを検討しています。ただこれに対しては、共同開催国のオーストラリアとニュージーランド、および前回大会の優勝国であるアメリカがサウジ国内での女性の扱いや人権問題などを理由に相次いで懸念を表明しました。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方は、 Daily Brief をぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music などでフォローしてくださいね。最後にスピナーから新しいコンテンツの配信開始のお知らせです。スピナーでは音声のコラージュで現代社会を映し出す新しいドキュメンタリーポッドキャスト、レイジを配信中。レイジは毎週水曜更新です。エピソードへのリンクは概要欄からチェックしてくださいね。ケリーアンでした。Have a nice weekend! Spinner。レイジシーズン2、モールじゃなくて広場を。これは違うと思ったら言わなきゃいけないし、問題があることがある、問題があるって言えるような社会じゃ
なきゃいけないはず。政治と宗教の話あんまりしない方がいいよみたいなこと言われるんですけど、憲法21条の表現の自由ってすごく強い、一番強い法律なんです。様々に取り組んで世論の広がりを作ること自体が議員を変えると効果を持つことは明らかだと思いますので、やった方がいいですし、何かあれば全然協力するのでやりましょう。0時シーズン2、モールじゃなくて広場を。